急車両通ります、緊急車両通ります。今月19日県運転免許センターで愛媛マラソン本番を想定した愛媛県警交通機動隊白バイ隊員の先導訓練が行われていました。タイミングはどんな感じ？今テンポ早くてもいい、もうちょっと早い方がいいですか？わかりました。並々ならぬ思いを持ってこの訓練に臨んでいるのは交通機動隊の山上真理恵巡査長です。2015年の第53回愛媛マラソン、山上真理恵です。山上真理恵、女子のトップを走っています。今年の女王八幡浜の山上真理恵、山上真理恵が優勝しました。当時松山大学の4年生だった山上さんは見事初出場初優勝。この頃から白バイ隊員に憧れ、愛媛マラソンの先導をすることを夢見ていました。大学を卒業して警察官となり、去年その憧れの大役を初めて担うことになっていましたが、大会は中止に。もしできるのであれば、また頑張りたいなというふうな思いで、はい、この1年過ごした感じですかね。山上さん、今年再びチャンスをつかんだのです。危ないので下がってくださいね、気をつけてくださいね。山上さんとともに復路で先導役を担うのは、去年全国の白バイ隊員が運転技術を競う大会に出場した川本真由巡査。一方、往路はその全国大会で愛媛県警として初めての個人優勝を飾った中川光大巡査長。しっかり周囲を見て、臨機応変に対応したいと思います。中川巡査長とのペアで25年ぶりの団体日本一となった兵藤春樹巡査長がランナーを先導します。運転技術のレベルといい、山上さんもランナーの立場もよく分かっていますし、すごくいいメンバーだと思います。史上最強のメンバーです。私自身もずっと愛媛マラソンを先導したいという思いがあったので、それが叶ったということになりますので、しっかり責任を持って頑張りたいです。愛媛県警史上最強の布陣で3年ぶりの大会を支えます。